あ、こんにちは。このね、松下幸之助さんも言ってるように石の上に3年って言いますけども、私の解釈だとね、それは3年もかかっちゃうようなしょぼい人の思考だと思ってるんですよ。だから石の上には1年とかね、石の上には3ヶ月とか、そのぐらいのスピード感でやらないといけないんではなかろうかと思います。同時に10年かかってもいいぐらいの腰の据え方っていうのがね、必要なのかなと思うんですよ。だから10年で自分の人生をもしね、大きく希望通りなものに修正できるんだったら、これはお買い得だなと思うんですよ。ただ本当に10年かかったらもったいないなと。だって10年を想定して10年だったら、その想定と行動に何の進化もないなと思うんでね、10年でやろうと思ったことを3年でやる、3年でやろうと思ったことを1年でやるぐらいのスピード感はあってもいいと思うんですよ。で、この考えの根底にあるのはマリー・アントワネットのね、このあらゆる無駄の中で最も無駄なのは時間の無駄だっていうことなんですよ。これね、突き詰めるとね、おはようって言われて返事をするのももったいないぐらいの時間感覚になってくるんですよね。だからこの多くの人は時間のコミュニティ、時間の無駄コミュニティってところに入ってることに全く気づいてなくって、そこで何かがね、自分が得た気にはなってしまってるんですよ。もちろんエンジョイのためにそういったコミュニティに入るのはあると思うんですけども、ただ楽しむ余裕があるのかって話なんですよ。同時に、まだ自分の人生も打ち立てられてないし、それこそね、お金が全てじゃないって言葉にもう何度も何度も行き渡るんですけども、そう、お金のことなんて全てじゃないのに、なんでお金の問題すら片付いてないんだってところがね、突きつけられた時に、まあ、ハッとしないといけないのかなと。まあ、松下幸之助さんのね、3年かかるところ1年にする努力を怠ってはならないっていうのは本当その通りで、飯食って寝てれば3年かかっちゃうんですよ。だから飯食わずに寝ずにやって3年を1年にすることによって2年間を先取りすることができる、2年間を設けることができて、今度は石の上に3年の他のことをまたね、2つできて、3年で実は石の上に3年を3回通り、その3年間でできる、人の3倍速で生きることができると思うんですよね。でもこれは実は人の3倍で生きるというもうその相対関係じゃなくて、実は他の人がね、自分の3分の1程度のスピードしかないってことでもあると思うんですよ。本当にね、この思考のこう掛け合いとかをしているときに、一つの物事が終わったときに、確かに自分はこれ何かを得たなとかね、これを進化させたなっていうものが一つ一つの行動の後に本当に実感できるぐらいじゃないといけないのに、あ、なんとなくぼーっと時間が過ぎたなとかね、なんとなくふんわりしたなっていうことの繰り返しで多分人生は終わっていくと思うんですよね。これこそまさに人生の時間の無駄だなと思うんですけども、本当に行く方向が全く変わっちゃうんですよね。で、確かに時間の浪費っていうのは誰にとって浪費なのかっていう問題もあるんですけども、ここを逃げちゃいけないのかなと。有益なことをやった後でももっとできなかったのかなっていうふうなね、まあ速稼塾という自己否定の、まだできたんじゃないかなって思い続けることと、もっと進化できるんじゃないかなっていうふうに自分のアビリティをちょっとね、信じていくこととか、すごく大事なんではないかなと思いますね。そうですか、松下幸之助さんね、それすごくいい言葉じゃないですか。これ多分ほとんどの人に響かないですよ。でも相当量やってきて、波外れた結果を出した人にしかこの言葉は確かになって思わないと思います。もちろん我々が松下幸之助さんほどの偉業を達したわけではないですけども、残念ながら松下幸之助さんの会社の傘下にいる人のほとんどもこれは分かんなかったと思います。多分この言葉自体、この概念すら持ってないんじゃないですか。石の上には3年なんてね、3年間ものんびりしてらんないですよ。本当に3年時間がかかるところをね、常人の3倍でやって1年かかっても遅いぐらいじゃないといけないのかなと思いますね。いつまでもちんたらと同じことにかかずらわっているんじゃなくて、早く次のテーマに移っていかないと、それこそ人生はあっという間に過ぎていきますからね。吉田さんも40ですか。投資始めるんですかね。投資、投資きついっすよ結構はい、でもまあ同じ世界にちょっと入れるのかなと思うと嬉しく思います。あとね、何だったかな、その素振り旋回の話もね、本当そうですよね。だから話の次元が全然違うんですよ。だからなんかね、途方に暮れるというかね、なんか妙な意味でそのレベルで話しかけんなよとかね、なんか思っちゃうこともあったりとかして、だんだん人間関係がなくなるんですけどねいい気になってるわけじゃなくて、本当にこの走るスピードが 100m 15秒で走る人と 100m 10秒で走る人が競争して面白いですかってことなんですよ。それこそ見える景色も違うし、次に目指すものも違うし、後悔の種類も違うし、夢や希望の種類も違ってくる、その質が全然違うんですよね。だからなかなかね、
まあ、同じように楽しめないっていうか、あのなんですかね、ぬるいお風呂に入ってるところに一緒に入ろうかって言っても、何これ冷てえじゃんとかになって全然良くないと。でも自分の適した温度に入ってると他の人は熱くて入れないみたいな状態ですかね。だから一緒に入れるっていうのは何かどっかを無理しないといけないってことにもなるのかなと思うんですよ。でそうならないような世界をちょっと作っていければなと思いながらの自分の組織構築という話でございました。それではいってらっしゃい。